大谷、確かに最高の選手だけど、もう二度と会いたくはない。二刀流として誰にも真似できない活躍を見せつけた2023年シーズン、右肘の靭帯損傷も影響し、最後まで本来の実力を発揮することは叶いませんでしたが、その姿にはファンだけでなく現役選手やレジェンド OB からも惜しみない拍手が沸き起こりました。そんな中、エンゼルスの元同僚ドミニク・レオンが大谷選手に対して絶縁宣言とも取れる発言をしたことがにわかに話題を呼んでいます。エンゼルスから離脱後、現在はマリナーズで活躍を続けるレオン選手、同じ投手としてチームのために戦ってきた2人の間に一体何があったのでしょうか。大谷選手への本音が話題に。今年31歳になるレオン選手は、2014年にマリナーズでメジャーデビューして以降、ブルージェイズ時代の2017年には自己最多65試合に登板し、3勝0敗、防御率 2.56 をマーク。その後も多くのメジャー球団を渡り歩き、今年の8月1日にメッツからエンゼルスに移籍、8球団目にして大谷選手とチームメイトとなりました。加入当時、地元エンゼルスファンからは、低迷するエンゼルス中継ぎ陣の支えになってほしい、我々が求めているのはベテラン、ぜひ頑張ってほしいと大きな期待を寄せられていましたが、そんなファンの喜びや期待もつかの間、レギュラーシーズンが残りわずかとなった8月31日、エンゼルスは1ヶ月前に獲得したばかりのレオン選手を含め、主力級6選手を大量放出することを決断したのです。チームのこうした迷走っぷりには、ファンだけでなく米メディアも、アート・モレノはア・リーグ西地区で最も恥ずかしいオーナーだと、オーナーの方針を酷評。その中でも米メディア、リンガーは、なぜエンゼルスは優秀な選手を放棄するのかと、皮肉たっぷりの見出しで特集。他の29球団はこの優秀な6人の選手たちをほんのわずかなコストで陣容に加えるチャンスを手にできた。仮に他球団がこの6人の選手を獲得した場合、エンゼルスは残り契約期間の年俸を支払う義務から解放される。その代わり、エンゼルスは来季以降もポストシーズン進出のチャンスは訪れないだろうと、モレノオーナーを批判する記事を公開しました。チームの再編に向けて舵を切ったと思いきや、いきなりの放出宣言。家中のレオン選手もさぞや驚いたことでしょう。現在はマリナーズで活躍を続けるレオン選手ですが、8月1日にエンゼルスへ加入した当時、大谷選手の印象を問われた際のコメントが大きな話題を呼んでいます。 MLB 公式サイトのエンゼルス版レッド・ボリンジャー記者から、エンゼルスには大谷がいる、彼についてはどう思うかと問われたレオン選手、上を見ながら少し悩んだ後、次のように答えました。彼は特別な存在、今や全米中が注目しているし、僕自身もリスペクトしているよ。あまりにも僕の境遇と違いすぎて思わず嫉妬してしまうけどね。一緒にプレーできることについては特別な思いを持っているし、何よりも同じチームになったということは、もう彼と戦わなくてもいいということ、これは本当にいいことだ。投手なら誰もがわかるだろうが、これで夜になってもぐっすりと眠れる。彼がチームメイトになるということは、言葉じゃ言い表せない安堵感がある。できればもう二度と戦いたくないし、今後ライバルチームになったとしたら顔も見たくない。大谷選手の実力を警戒するあまり、皮肉交じりに顔も見たくないと述べたレオン選手。1ヶ月という非常に短い期間でしたが、実際に身近で接してみた大谷選手は想像以上にナイスガイだったようです。 MVP は確実と断言。野球の実力だけでなく、チームに良い影響を与える大谷選手に対して嫉妬心を抱いていたレオン選手。通算399登板を誇る31歳の同志ですが、本塁打を打つにしろ、マウンドから投げるにしろ、本当に素晴らしかった、見ていて本当に驚くしかなかったと、マリナーズに移籍してからも大谷選手を大絶賛。今後は敵対したくないという思いも叶わず、残念ながらライバルチームとなってしまいましたが、右肘内側側副靭帯を損傷し、右脇腹を痛めた後もプレー復帰を目指す大谷選手の精神力には驚きを通り越して脱帽していると続けました。たった1ヶ月だったけど、大谷は精神的にもタフな選手、試合に対する献身性を示していることがわかるし、彼がどれだけ試合に出たいかも伝わってくる。僕を含めて選手全員がそういった大谷の献身性を持つべきだと思う。彼が肘を怪我した時、個人的には手術して来年に備えるべきだと思った。
プレーしなくても MVP を獲得できるからね。でも大谷はプレーすることを望み、肘の怪我は打撃に全く影響がないと考えている。成績を上げてチームの勝利に貢献したいと考えているんだ。プレーを望んでいることはクレイジーなことだけど、好きなこと、やりたいことを最後までやり遂げることは難しいことだと思う。本当に野球を愛しているんだろうね。ほんのわずかな期間でも大谷選手の凄さを間近で感じたというレオン選手。来季のチーム再建に向けたエンゼルスのチーム総年俸削減に利用された形ですが、もしベテランのレオン選手が来季もエンゼルスに残っていたら、長年の課題と言われてきた中継ぎ陣不足も少しは解消されたかもしれません。実際のところ、ここ数年のエンゼルスは中継ぎがひどいと言われており、2021年からは一部ネット上でナイトメアとも揶揄されるほど、先発が作った試合の流れをしっかり守るのが中継ぎの役目ですが、大谷選手が安定のピッチングを披露しても後続が打たれまくり、敗北する場面は2023年も目立ちました。モレノの采配がわからない。彼は勝つ気がないのか、獲得したかと思えばすぐに手放す。選手はオーナーのおもちゃではない。一部の熱狂的なファンからこのような批判が出るのもある意味仕方ないことかもしれません。文字通りエンゼルスのお家騒動に巻き込まれたレオン選手、唯一の救いは大谷選手と出会えたこと、同じ時間を過ごせたことと言えそうですが、レオン選手と同じように他球団の選手からも大谷選手に対する称賛の声は止むことを知りません。最強チームも大絶賛。2023年ナ・リーグ東地区の優勝を決め、見事に6連覇を達成したブレーブス。メジャー30球団で最速の地区優勝を決めたブレーブスに、日本のツイッターではブレーブスやばすぎるだろ、毎年強いじゃん、打線がとにかくやばい、今シーズンも無双状態、6連覇は意味がわからんといった声が上がっています。そんなファンからもやばいと評されるブレーブスですが、たとえ怪我をしても大谷の偉業は永遠だと言わんばかりに、二刀流のスーパースターを褒めたたえているから驚きです。昨季チーム最多38本塁打を放ち、今季も24発を記録している主砲オースティン・ライリー選手もそのうちの一人。7月31日のエンゼルス対ブレーブスの試合前、記者から大谷選手の印象について問われると、100年後今いる人たちが誰もいなくなっても翔平について語っているだろう、彼は完全にレジェンドで本当に素晴らしい選手、一緒にグラウンドに立つことができて嬉しいよ、さらに昨季新人王に輝き9番中堅で出場するマイケル・ハリス選手は、大谷選手とアクーニャ選手の対戦に対し、現実とは思えないような2人の選手が対戦する、センターの特等席から見させてもらうよ、翔平は本当に驚異的と、まるで現役選手ではなく一ファンのようなコメントを披露。他にもちょうど1年前にエンゼルスからブレーブスに電撃移籍となった守護神のライセル・イグレシアス選手も、大谷選手との再会は感慨深かったと記者たちに思いを述べています。僕と翔平は共に違う文化の国から異国に来たけど、すごく楽しい時間を共有できたし、とても誇りに思っている、常に冗談を言い合って素晴らしい思い出ばかりだよ。翔平と対戦したいかって、どんな投手でも彼と対戦するなら警戒が必要、でもいざとなったらやるしかない、本心はもちろん嫌だけどね、早く彼の弱点を見つけなければならない、もし見つかったとしてもそれは対戦するといけないから心にしまっておくよ。こうした最強球団のエピソードを振り返ると、誰もが大谷選手を認め称えていることがわかりますね。プレーオフ進出という夢は実現できなかった大谷選手ですが、ファンだけでなく現役選手からも称賛されている現状を見ると、年間 MVP も夢ではないかもしれません。 MVP 獲得と右肘の負傷は関係ない。9月16日に負傷者リスト入りし、今季シーズンを終了した大谷選手。米放送局 CBS スポーツは、翔平大谷は今季離脱し、エンゼルスもレースから脱落した、しかし他の人が MVP を取るのは論外だという記事を掲載。シーズン最後の1ヶ月を欠場しても、大谷選手の2年ぶりとなるアリーグ MVP 受賞には影響がないと主張しています。大谷はアリーグで本塁打部門のトップに立っている。打点も10位以内に入る可能性がある。塁打数に至っては1位をキープする可能性すらあるんだ。たとえ1ヶ月休んでも、大谷が残した打撃成績は多くの部門でリーグ上位に残るだろう。
コーリー・シーガーがどれほど追い上げたとしても、歴史的な偉業を成し遂げたスーパースターにはかなわない。それほど大谷が残した功績は秀でている。この先ライバルたちがどれだけ活躍したとしても、大谷選手の偉業には勝てないと言及した同メディア。残念ながら最後は怪我をした状態でシーズンを終えた大谷選手ですが、それでも2023年、メジャーリーグに残した影響は計り知れないと言えるでしょう。皆さんは大谷選手が年間 MVP を獲得できると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録いただけると、本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。